はい。ちょっとドーザームーンのこのブルドーザーいるじゃん。このブルドーザーって、勝手に塗ってくれるんですけど、真ん中にキャンドル、ろうそくとプレゼントを持ってるあいつ。こちらね、勝手に塗ってくれるんだよ。でさ、俺ら塗りポイントを塗らないで、ドーザームーンだけに塗らしたら、どんくらい、なんか縄張り的にはどんくらい塗れるのかなと思ったので、ちょっと、見ていきたいと思います。彼が塗ってる。ブルドーザーが塗ってるの完全に見てるだけ。あ、捕まっちゃった。もう塗れないじゃん、これ。全然塗れないじゃん。じゃれてる。犬みたい、犬みたい。よし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 。うちのチーム、うちのチームの動作だけあそこ濡れてない。あれ塗らないと。あれ濡らしてくれ。誰か、あれ濡らしてくれ。あそこ濡れてない、うちのブルドーザー。頼む。うちのブルドーザーあそこに誘導してくれ。どうしよう。うわ、なんか変なとこ行った、うちのブルドーザー。あー、もうめちゃくちゃになっちゃった、せっかく。せっかく何もしないで置いたのにめちゃくちゃになっちゃった。あのブルドーザーさ、近づくとさ、まあ、犬みたいに動くじゃん。敵チームが近づくと。それでちょっと塗りがさ、ごちゃごちゃになっちゃった。から、今回はブルドーザーに刺激を全くしないようにしましょう。さっき刺激を与えすぎた。そしたら塗りポイント変わっちゃったよ。さあ、どんくらいのポイントになるのか。あ、今回一緒だ。よかったよかったよかった。11.0 と 10.9。まあ、10% くらい塗れるのか。だいたいこんくらい塗ってくれんだね、ブルドーザーは。